皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は沼津工業高校の学校説明会相談会のお知らせです。沼津工業高校学校説明会が2023年11月の25日の土曜日午前中に開催されます。内容は学校の説明と個別相談、このようになっています。また個別相談会も、行っています。個別相談会は12月8日の金曜日なんですけど、これまでの金曜日、毎週金曜日ですね、ここで行っているそうです。ただし11月24日、この日は翌日がこの学校説明会になるので、準備のためにこの日だけは、ね、やらないそうです。受付は午後3時15分から4時15分まで、これ金曜日都合の悪い人、これ別の曜日にもできるようで、そういう場合は問い合わせをしてみてください。それから学校開放日、これは11月の11日の土曜日午前中に行われます。授業や部活の見学、個別相談、これを行うそうです。これ申し込みなんですけれど、これ1日体験入学に参加されている方はその時登録したメールアドレスに情報を送るそうですから、そちらから申し込みができます。参加されていない方はどうぞ学校の方に連絡してから訪問するようにしてください。今回は沼津工業高校の学校説明会、個別相談会のお知らせでした。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。